同学下午好啊，很高兴哈，又在礼拜六下午，这个美丽外面啊、还是狂风暴雨的香港跟大家见面哈。哎呀，昨天晚上呢，香港呢就开始挂这个三号风球啊，我就有点开始担心了哈，不知道会不会转八号风球啊？如果转八号风球呢？今天啊、我就来不到公司啦，啊、没有办法跟大家呢直播啊哈哈线上的节目哈。那这个很快的呢，我们10月3号哈，就是啊、今年呢啊、GoGo Festa 哦，这个Festa 日本年会哈，将在10月3号礼拜六呢，也是透过直播哈，而且是 live 的方式呢，跟大家在线上见面哈。那为了呢，就是让大家呢，加深呢，这个 Festa 的印象哈。所以呢，今天呢，我把去年哈，就是 Festa 2019啊，道业会长呢，在日本Arena Stadio 哈。应该他那个是一个很大的一个万人世界年会的会长呢来跟我们这个讲话哦。那重现呢这个去年我们在会场的这个震撼，还有呢他的演讲内容里面呢也真的是可以让我们呢好像现在在风雨中都可以生信心了啊。那事不宜迟啊，我们呢立刻再来重现道业会长哈这个去年的风采哈。それではユニバーキャピタルグループ会長兼グループ CEO 稲葉修司よりご挨拶をさせていただきます。まずはこちらの VTR をご覧ください。 Restrictions are everywhere.But we have become insensitive to them. We live through our day-to-day life, resigning ourselves to adversity and being confined by all kinds of boundary. Often trying to draw a line between them and us. People can't trust one another completely, forming the boundaries of the heart.Skin colors, eye colors, and even hair colors all become points of judgment, forming the boundaries of race. Economically and culturally, we tend to reject things from countries and regions outside of where we are born and raised, forming the boundaries of nation. Yet deep down, we know all boundaries restrict freedom. So we yearn to be free.And wish to remove all boundaries. However, there are always voices saying, no, that's not true. We need boundaries. Life is good and peaceful because we have boundaries. Instead of removing boundaries, we should create more of them. So, the world is now moving towards one full of boundaries. Don't you see our heart's desire is conflicting with the reality?But what should we do and what can we do? Univa Capital decides to take actions to become the pathfinder for the ideals. We will bear hardship. We will overcome difficulties. And we will march on arm in arm with our nakama. With boundaries, there will be no sustainability. With boundaries,will be no boundaries may bring temporary comforts. But only true freedom can achieve sustainability and world peace for real. With such understanding, Univa Capital is here to make changes with means of business. As our ultimate goal is to promote the true world peace. Through our business, we will persevere.And we will change the society eventually. We are all in for this vision.
We are all in for removing boundaries. We are all in for creating a peaceful world that transcends boundaries. Come together, Nakama. Stay focused and stay true. We will go the distance and find world peace. Unite the values. Univa Capital. Welcome to Fiesta 2019. Hello, everybody. Hello, my nakama. How are you? Da jia hao. Minasan konnichiwa. Univa Capital の稲葉です。今日は大勢の方に、世界中からですね、お集まりいただき、本当にありがとうございます。このフェスタは、グローバルヘルスケアカンパニーであるナチュラリプラスのワールドコンベンションです。ようこそお越しいただきました。すでにご存知の通り、このナチュラリプラスはユニバキャピタルグループの健康支援事業です。ユニバキャピタルグループにおいて、その健康支援事業ナチュラリプラスを統括しているのがユニバヘルスという会社です。今回ナオシには健康支援事業をより成長させてもらうべく、ユニバヘルスの社長に就任していただき、ナチュラリプラスのグループプレジデント、総裁として世界中の健康支援の輪を広げていく役回りを担っていただきます。現在、ナチュラリプラスの会員の半分以上は日本以外にお住まいの方です。名実ともにグローバルヘルスケアカンパニーであるこのナチュラリプラスの先頭に名主に立っていただきます。そしてナチュラリプラス創業の地であるこの日本、その日本のナチュラリプラスのトップとして新たに田島に就任していただきました。平成から令和、新たにナチュラリプラスの日本を再構築し、彼が掲げた原点回帰で NP ファン作りを推し進め、アメリカの CEO を兼務しながら日米マーケットにおける事業の拡大を彼に委ねます。ところでユニバキャピタルが存在する意義は何でしょう。それは事業活動を通じ、世界の中でウィンウィンウィンの関係づくりを推進することで、世界平和の実現に寄与するということです。事業活動を通じて世界平和を我々は見据えています。そのためにユニバキャピタルは社会の中に競争資本主義というものを実現させることを目指しています。個人個人がそれぞれ持つ価値、各それぞれの会社が持つ価値、各それぞれの国が持つ価値、世界の中にある個々の価値が時には協力し合い、時には切磋琢磨し合うことで、それぞれの価値、そして全体の価値を結果的に高めていけるような関係の構築、そう、それがウィンウィンウィンと、世界の中にあらゆる価値がつながり、それぞれのウィンを作り出していくシステム、それが競争資本主義。私はこの競争資本主義の実現によって人々を幸せにすることで、結果的に世界平和の実現に寄与したいと考えています。そして世界平和におけるこの競争資本主義の実現に向けて、ユニバキャピタルが行っているビジネスが、現在このナチュラリープラスが担っているソーシャルネットワークビジネスです。ソーシャルネットワークビジネスというのは、世界中の人をつないでいき、人的なネットワークを構築することで社会的な課題解決を行っていくビジネスと定義しています。先日の総務省の発表によれば、高齢者の人口は伸び続け、
日本の人口の約3割が65歳以上の高齢者、その高齢者のうち4人に1人は働いていらっしゃいます。もちろん働きたくて働いている方いらっしゃるでしょう。しかし働かざるを得なくて働いている人もいます。いわゆるサラリーマンの定年の時期は過ぎても4人に1人は働いているわけです。これは実は全体の日本の就業者のうちの8人に1人は高齢者ということになります。まあ、そもそも人生100年時代、その中で65歳を高齢者とする区分自体がもう今の世の中に実は合ってないのかもしれません。ナチュラリプラスの日本の会員で見れば65歳以上の方はすでに4割を超えていますので、ただ今や80歳以降をどう生活していくのか、それに対して真剣に考える時代になっています。障害未婚率が男性で3割に、女性ですら2割に近づいていっています。死別もしくは離婚、そういうものを合わせて考えれば独居老人、そういう独居老人が日本の社会に増えていくということはもう必然です。内閣府が今年発表した少子化社会対策白書を見てみても、結婚願望は9割以上の人が持っているのに結婚をしない、結婚をしていないという現実が見えます。どうなったら結婚をするのかという回答で、最多回答数というのは経済的な余裕ができた時と答えた4割以上の方です。つまり独居老人の増加、そして貧困高齢者の増加という社会的な課題は確実に予見される日本の未来です。その社会的な課題解決に対して我々は何ができるのか、日本のこの現状に対して我々が進めているソーシャルネットワークビジネスは一つの解決策です。私はナチュラリープラスによってネットワークビジネスを民主化すると申し上げています。特別な誰かのためでなく、すべての人のために、年齢も学歴も国籍も無関係に誰でも取り組めるもの、人生100年となる世の中において、その社会的な課題解決に向けて1億総開業者時代へと移っていきます。複数の仕事を持つのが当たり前になります。正業に対しての副業ではありません。複数の仕事をするのが当たり前になっていきます。そんな時代に向けて、このソーシャルネットワークビジネスは社会から必要とされるものになっていきます。自分のために、他人のために、社会のために、ソーシャルネットワークビジネスであるナチュラリープラスをぜひ取り組み続けてほしい。人が幸せだと感じるのは自分が好きで、他人を信頼できて、そして社会に貢献できている状態でいることです。そしてこの状態でいることが共同体感覚を生みます。人がそして笑顔でいるためには、自分の行動に誇りを持ち、周りの仲間との信頼関係があり、誰かの役に立っているという、そういう実感が持てていることです。我々ナチュラリープラスを通して幸せを感じる共同体を提供して、世界に笑顔を生み出そうとしているのがこのナチュラリープラスです。そのために目標として掲げているのが1ミリオンスマイルです。世界中に100万人の笑顔をナチュラリープラスを通じて生み出そうとしています。全世界100万人のナチュラリープラス会員による健康支援コミュニティという共同体作りをしているのが我々ナチュラリープラスという活動なのです。憎悪の先に世界平和はありません。残念ながら国と国との政治的なエゴによるいさかいが最近目立ちます。最近の米中間の、そしてまた日韓間の政治的な貿易ないさかいは残念でならない。お互いを敬い、お互いを信頼し合う、そういう関係こそが平和の礎です。相手への憎悪は憎悪しか生まない。逆に言えば、愛をもってすれば、愛をもって接していけば愛を生んでいく。この会場には日本のみならず、アメリカからも、中国からも、そして韓国からも、同じナチュラリープラスという健康コミュニティの仲間として集っていただいてます。我々の間にはそのようないさかいは存在してないのです。
この時期ですので、周りから反対を受けてこの日本にいらした韓国からの会員もいらっしゃることでしょう。それでも仲間としてこの日本に、この会場に足を運んでいただきました。だから私は今回、会社に韓国製のスーパールテインを日本の会員にも買っていただける機会を作るようお願いをしました。韓国で生産している製品を日本の方に積極的に買っていただきたいと思ったからです。そのような一人一人の相手に対しての愛ある行動の先にしか世界平和は実現しないからです。世界平和に寄与するグループとしてユニバキャピタルは、国際的な NPO であるピースワンデーのオフィシャルスポンサーになっています。9月21日は国連が定めた国際平和デーです。2週間前の9月21日、ロンドンで開催されたピースワンデーの20周年イベントに参加してきました。イギリスの大臣、欧州議会議長、ノーベル平和賞の候補者、著名な俳優、ミュージシャン、そしてエイボンの CEO など、さまざまな分野の著名人らが集まりました。そして今回、アフターショーパーティーをユニバキャピタルが単独協賛して実施させていただきました。世界平和に寄与しようとする我々に多くの賛同を得ることができました。そしてピースワンデーのジェレミー氏、ファウンダーであるジェレミー氏、ビジネスを通じての世界平和に向けた取り組み、どうできるのかということも彼と意見交換をしてきました。ジェレミー・ギル氏からも皆さんにメッセージをいただいてますので、こちらの方をご覧ください。Okay. Thank you, Jeremy. Thank you for having me today. Would you give your message to my nakama? I'd love to. So to the nakama, the people of Univa Capital, I just want to say a huge thank you for the support that Univa Capital have been giving to Peace One Day for many years. On Saturday, we celebrated our 20-year celebration of Peace One Day. It was an amazing moment. 20 years of work. You know, we created a day of peace with a fixed calendar date, the 21st of September. We then proved it could work in a place like Afghanistan. The fighting stopped, including the Taliban. And as a consequence of that, 1.4 million children got a polio vaccination. After that, we've been telling a lot of people in the world, engaging them, exposing them, making sure that they're aware of the day, and that ultimately they change their behavior, that they're more peaceful in the home, the community, the school, and in places of work. Because that's where the bulk of violence that will happen today will happen. 95% of the violence that happens today happens in our homes, communities, schools, and places of work. 95%. And that's why we all have a role to play. You know, the new Peace One Day logo is that if we want to complete the circle of world peace, then we each have a part to play, piece by piece. And so I want to say a huge thank you to Univa Capital, to the thousands of people that are associated and working with Univa Capital. The values that you hold of unity and coming together as one is actually ultimately what world peace is all about. We're incredibly proud to be working with Univa Capital. And I thank you for that. Thank you very much, Jane. Cheers. Where you make the world peace. Thank you. Thank you. ネットワークビジネスの発祥の国であるアメリカ。そのアメリカにソーシャルネットワークビジネスとしてナチュラリプラスが上陸して早5年。今年の6月には4月に新たな事業の一つとしてユニバリゾートが運営するマカニゴルフクラブの紹介もさせていただいたんですが、そしたら多くのですね、グループの方から、ゴルフ場に行きたいというですね、嬉しい問い合わせを、いただきました。それでですね、決めました。ユニバキャピタルの一員であるナチュラリプラスの会員様に対してはですね、優待制度を導入しようと。プレー代は3割オフ、会員権も3割オフ。この会員権には全米およびですね、世界40カ国900カ所を超えるゴルフ場でもプレーできる権利を、付与しますので、ハワイ島に行かれなくても、プレーすることができます。例えばアジアの国でもですね、プレーできるコースが、このようにいっぱいあります。なお、またご自身がですね、ゴルフに興味なくてもお知り合いにそういう方がいらっしゃるかもしれませんので、
同時に会員権の紹介制度もですね、導入することにしました。会員権を購入された方にご紹介いただいた方にですね、ご紹介料として購入額の1割をですね、キャッシュバックさせていただこうというものです。ナチュラルプラスの会員同士であればお互いが3割引きで会員になって、お互いが1割のキャッシュバックを受けるということができるわけです。今回チラシをですね、お配りしましたので、ご興味のある方はお問い合わせください。問い合わせは英語でなくても大丈夫です。日本から羽田からもですね、成田からも直行便の飛んでるハワイ島ですので、お越しの際はぜひですね、マカニゴルフクラブにも、グループの仲間としてお立ち寄りください。このナチュラルプラスはユニバグループの一員ですので、ユニバナチュラルプラスの会員の方にはグループのユニバ電機、ユニマルシェ、ユニバモバイル、ユニバ共済などのように、できる限りグループ各社が提供するサービスも皆さんにご紹介していきたいというふうに思います。ところで、このナチュラルプラスのミッションは世界中に健康を導くというものです。ネットワークビジネス発祥の地はアメリカです。しかし現在世界で最も大きな市場を持っているのは中国です。世界中に健康を導くミッションのもと、中国市場への進出は必然と言います。そのための戦略の一つが、中国において日本の製造品質レベルでのサプリメントの工場建設です。それに向けて2017年に中国に新たに会社を設立し、2018年に GMP 基準の工場建設に着手しました。その新しい工場が先月無事に竣工しました。中国全土に日本品質のサプリメントを提供していく準備が進んでいます。ただし、残念ながら同時期に中国におけるこの MLM ビジネスのライセンス認可というのはとても厳しいものになっています。実質的に新規のライセンスの発行が停止されている状態です。コンプライアンスの観点で、我々は違法なビジネスは決して行いません。中国に工場ができたことと、中国で MLM のビジネスができることは全く別です。中国のパートナーとともに法令遵守しつつ、参入方法の見直しに現在着手もしています。またすでに発表している通り、台湾においてユニバ NP ホールディングスの株式公開の準備も行っています。その目的の一つが中国大陸での MLM ライセンスの取得であったわけですが、現在は残念ながらその見通しが見えなくなっています。見通しが立たない中で、投資家からお金をいただくのは審議に欠けます。よって株式公開の目標時期を来年の2020年ではなく、一旦2022年に変更しました。株式公開への私の決断は、このナチュラリープラスをみんなの会社にしたいという思いです。その思いは変えずに、この会社をみんなの会社に変えていきたいと思います。2008年にこのナチュラリープラスをユニバキャピタルグループに迎え入れてから、世界中を健康に導くというミッションを掲げ、製品軸の拡大、地域軸の拡大、そして事業軸の拡大を図ってきました。製品軸の拡大の意味では、スーパールテイン1本から始まったナチュラリープラスは、現在25品目、42種類の製品を世界中に提供できるまでになりました。この種類の多さは、世界中を健康に導くというミッションのもと、ハラル対応やベジタリアン対応、そして各国が求めるレギュレーション対応で、世界の誰に対しても優しい製品を提供していくためです。また地域軸の拡大の意味では、1999年にこの東京から始まったナチュラリープラスは、現在では12カ国に進出し、配送拠点を世界で19都市に配して27都市のサロンを展開しております。それにより現在112カ国の会員の方に製品をご愛用いただけるまでになりました。事業事故の拡大の意味では、健康支援事業の推進のために、ユニバキャピタルグループの他の事業との連携を行い、電気、通信、オーガニック食品、そして共済商品など、会員の皆様がご紹介できる内容の幅を順次広げてきました。令和になり20周年を迎えたナチュラリプラスは、原点回帰を掲げ、スーパールテインのバージョンアップを図り、この時代だからこそ健康支援に向けて、カルテノイドの重要性を社会に再認識させていこうとしています。そして世界中を健康に導くミッションを強化すべく、新たな国にも参入していきたいと思います。
2015年の8月のブルネイに参入以来、新規の国へのサロン展開をしていませんでしたが、来年の2020年よりまた新たな市場への展開を再開し、世界中を健康に導くスピードを高めていきたいと考えています。このグローバルコンベンションには展開国以外からも参加していただいています。韓国からつながったモンゴル、そのモンゴルの先にはロシアもつながっていくことと思います。スペインからも参加されていますが、フランスやドイツなど欧州エリアの展開も期待できることでしょう。北米のカナダや中南米のメキシコのようなアメリカの隣国でなくとも、ブラジルなどで南米へも広がっていくことは十分考えられると思います。そして成長を続ける東南アジア、 ASEAN10 カ国のうち7カ国にすでに進出しているナチュラリプラス、そのナチュラリプラスにはカンボジア政府からも参入の期待をされています。今回この会場にもカンボジア王国から領事とともに関係者のご一行が視察のためにすでにご出席されています。我々は世界中を健康に導くというミッションを一歩一歩地道に進めていこうとしています。ナチュラリープラスをグループ化した頃、私はこの業界の素人でした。でも素人だからこそこのナチュラリープラスの持つ真の価値に気づいたんだと思う。だから言われなき差別と戦う決心ができた。そして10年以上の月日をこの業界でナチュラリープラスと歩んできて確信して言えることがある。誇りを持って言える。誰が何と否定しようと真実は一つ。ソーシャルネットワークビジネスを世界に広げるナチュラリープラス。ナチュラリープラスは社会に貢献しているんだと。皆さん、ナチュラリープラスに誇りを持っていますか？皆さんが誇りを持って新たな人に、新しい世代につないでいってほしい。誇りを持っている取り組んでいらっしゃる皆さんを、我々は皆さんがその新しい世代につないでいく義務がある。皆さんがつながなければ、このソーシャルネットワークビジネスは社会的にちゃんと認知されません。全力でつないでいってくれる皆さんのために、私はかけがえのない会社にこのナチュラリプラスをします。ソーシャルネットワークビジネスを行うナチュラリプラス、世界中を健康に導くために、みんなで一緒にグローバルヘルスケアカンパニーに進化させていきましょう。ぜひ力を貸してください。私にとってかけがえのないもの、それは仲間です。一人ではなく仲間と共に。あなたも私も一人ではありません。こんなに素晴らしい仲間がいます。一人ではできないことも仲間と一緒に諦めなければきっと実現できます。仲間と共に競争資本主義による社会的共同体を一緒に作り上げましょう。世界中に健康を運ぶ一員として、ナチュラリプラスの一員として、そしてユニバキャピタルの一員として、一緒に新しい世界を作っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。稲葉会長、力強いご挨拶をどうもありがとうございました。好，刚刚呢是道业会长在去年 FESTA 2019的这个 FESTA 世界年会当中呢，跟大家发表的谈话。那接下来下一个节目呢，是今年六月我们在美国 FESTA 年会邀请到三位博士的一个对我们目前疫情对抗的最佳产品，分别呢是士霸、明利多跟活美水素水针对这三样产品呢来做一个对抗疫情的好帮手哈。那首先呢我们要来欢迎呢我们的类胡萝卜素之父Dr. Kachik， 是各位现在呢在最新升级版的士霸瓶子上面呢都可以看到他的这个人像，还有呢他的签名哈。那我们来听听他在今年六月
跟我们发表谈话的内容。Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to our special guest, carotenoid research expert for Kevin Industries, Dr. Frederick Kochik. Hello, Naturally Plus affiliates. I'm talking to you from my home in Iowa. During the past few months, I have spent most of my time at home with my family. But I've also been working at Kemin on various research projects since our organization is considered an essential business. I am particularly grateful for the opportunity to talk to you during these difficult and challenging times that has affected the entire world. This year, we have all made numerous sacrifices in order to deal with the coronavirus pandemic that has resulted in social distancing and disruption of our normal lives. Considering that currently there is no vaccine or treatment available, we need to think about our health more than ever and protect ourselves against this virus. Now, most of you have previously heard me talk about the important health benefits of carotenoids in the prevention of many chronic conditions such as cancer, heart disease, macular degeneration, diabetic retinopathy, and neurodegenerative conditions. This protective effect is because of their antioxidant and anti-inflammatory properties, and the fact that carotenoids can stimulate metabolic detoxification by acting as antioxidants. Carotenoids can reduce the toxic effect of reactive oxygen species that can damage the cells and cause the chronic conditions that I mentioned earlier. Carotenoids also promote brain health and enhance cognitive functions by their antioxidant and anti-inflammatory properties. But now I would like to remind you that another important function of carotenoids is to enhance the immune system in response to oxidative stress. That is one of the major causes of illness. The immune system is consisted of natural and acquired immunity. Acquired immunity is made up of highly reactive cells that constantly generate reactive oxygen species, which we call ROS. This is as part of their normal cellular activity. Pollutants and many viruses also produce these reactive oxygen species that can destroy cellular membranes, cellular proteins, and nucleic acids. As a defense mechanism, our body produces a number of endogenous antioxidants capable of scavenging these harmful reactive oxygen species to maintain normal cellular function. But under conditions of high oxidative stress, the ability of these antioxidants to eliminate ROS or reactive oxygen species is diminished. Therefore, dietary antioxidants are needed to protect the normal cellular functions. The most widely used dietary antioxidants include carotenoids, vitamin E, vitamin C, and anthocyanins. By the way, all of these are found in Naturally Plus's super lutein. Now, another example is that several studies that were carried out many years ago showed vitamin A active carotene, such as alpha and beta carotene, can prevent infections. These studies suggested that this prevention was because these carotenoids were first converted to vitamin A, and the preventive effect was because of their vitamin A activity. But more recent studies have shown that carotenoids such as lutein and lycopene that are not converted to vitamin A
were even more active than beta carotene in enhancing cell-mediated immune response, both in animals and humans. Some of the ongoing studies that we can look forward to are exploring the role of carotenoids in gene regulation, apoptosis, which is actually the normal and controlled cell death, and angiogenesis, that is the growth of new blood vessels. These studies will help us understand the possible mechanisms by which carotenoids regulate immune functions and even cancer. Therefore, I would like to highly recommend that you continue supplementation with superlutein that contains a combination of carotenoids to protect yourselves so that your immune system is not compromised. As you know, superlutein also contains vitamin E that has excellent antioxidant and immune-enhancing activities. Omega-3 fatty acids, DHA, EPA, in superlutein also protects you against heart disease and stroke and may help to control lupus, eczema, and rheumatoid arthritis. The black currant and bilberry extract in superlutein, that is the source of anthocyanins, protects you against cardiovascular disease by preventing oxidative stress, modulating cognitive and motor functions, as well as enhancing memory. If you recall, in early 1990s, I published a scientific article in which I emphasized the importance of a dietary supplement consisting of a combination of carotenoids to promote human health. At that time, this was only a dream, but I'm grateful to Naturally Plus for realizing my dream and formulating these carotenoids and other vitamins into superlutein. Now, during my career, past 30 years or so, I had to work hard to convince the scientific community of the health benefits of carotenoids. However, you were always one step ahead of scientists by taking superlutein. And it is because of your efforts that many people around the world are now enjoying the health benefits of superlutein. In closing, I want to thank you once again and wish you all the best during Naturally Plus 2020 Festa. I'm confident that we will overcome the pandemic, and in the near future, we will be able to gather together to celebrate your contributions and hear about your heartwarming stories and amazing journeys to success. Please take care of yourself and stay healthy. Thank you. 以上是 Dr. Kach， 就是类胡萝卜素之父啊，跟我们这个发表的演说哈。那当然我们在台湾皇冠绿加力呢，也有在这个制作一个影片哈，有关于这个类胡萝卜素的影片哈，这样我们一起呢来欣赏一下哈。类胡萝卜素为生物学上极重要的化合物，而且广泛存在于绿色植物中。类胡萝卜素包含两种，一种为只含碳氢的化合物，称为胡萝卜素；另外一种为含氧的衍生物，称为叶黄素。虽然普遍存在于蔬果中，但其种类及含量在各蔬果中都不相同。类胡萝卜素具有多种生物学功效，抗氧化作用，平衡免疫功能，维持视觉功能，维护上皮组织细胞。经常使用富含类胡萝卜素的食物有益于身体健康。类胡萝卜素可补充不同的人体器官所需营养，
常见的眼睛、肝、肺组织、肠道、骨骼。人体血液中最重要的类胡萝卜素包含阿法胡萝卜素、贝塔胡萝卜素、番茄红素、隐黄素、叶黄素及少量的玉米黄素。类胡萝卜素的输送主要是由血液中脂质蛋白负责，其中低急性的类胡萝卜素由低密度脂蛋白输送，而急性较高之叶黄素由数种血浆成分共同参与运送。流行病学调查研究显示，多摄食深绿色蔬菜或深色水果有可能降低癌症发生率，当然其中一个主要原因是与蔬果中的类胡萝卜素种类与含量有密切关系。类胡萝卜素研究的先驱 Frederick Kontrick 博士也推荐使用复方类胡萝卜素配方，可加强吸收所需养分，提高机能免疫，搭配运动，增进身体健康。好，在这边呢，先谢谢台湾皇冠绿嘉丽公司哈。那接下来我们就要把制霸再加上呢，汨罗素哈，就会成了明利多。那明利多的话呢，我们接下来就要欣赏Dr. Jeffrey Michael Strong 美国自然医学医师呢，杰夫博士，他在 FASTA USA 2020所发表的演说哈。Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to our special guest, Director of Scientific Communications for Horfog Research, Dr. Jeffrey Michael Strong. Hello, everyone. I am Jeffrey Michael Strong, a naturopathic physician and scientific director for Horfog Research Asia. Welcome to FESTA 2020, MPUSA's first ever online convention.It is a great honor to be asked to give the opening greetings today. I am truly blessed to be able to work with such a caring company and all the great people at Naturally Plus, including all of you who are out there participating today. Of course, I would much rather be seeing your smiling faces in the audience and be able to greet you in person. However, I am thankful for this technology that allows the convention to go on in light of the circumstances that we are living in.And on that note, I must address the great white elephant that is everywhere we go, the COVID-19 pandemic. First off, I would like to share my sincere condolences to all of those who may be suffering due to the pandemic. My heart goes out to you. Globally, this is a very difficult time. This new coronavirus has caught the whole world off guard. Recovery will take time, but we are moving forward.And in light of this, I want to share with you some factors that I see that give me hope. Now, first off, global statistics show that 98% of the cases are reported as mild. The overwhelming majority of people who get the virus will experience only mild symptoms and completely recover. Secondly, the rate of infection appears to be higher than what is actually being reported.A study in New York found that 19.9% of people living in New York City already had antibodies. This means that the actual number of infections was 10 times greater than what was being reported at the time. Many more people had been infected and already recovered. Without adequate testing, it is difficult to know, but an infection rate of 20 to 30%, perhaps even more, is possible in particularly in urban areas.Now, this is a good thing because it means we are well on our way to developing population-wide immunity. And the third point that gives me hope is related to vaccine development. We are better prepared to handle a pandemic than any time in the history of man. The speed of vaccine development is at least 10 times faster than a typical vaccine. And if all goes well, by the end of this year or early next year, we may see the first vaccine for the virus.And this will further speed the development of herd immunity or population level immunity and allow us once again to return to normal life.
Until that time, however, we must keep up efforts to control the spread of the virus and protect those who are most vulnerable. The risk of severe disease increases rapidly and significantly over the age of 60, and especially for people with cardiovascular disease or other pre-existing conditions. By practicing social distancing, proper hand washing, and wearing face masks, you are saving lives. This is a chance where we can all be heroes. Let's do it. Lastly, let me share some advice on how to boost your health and immune function during this time. Proper nutrition, stress reduction, adequate sleep, and exercise are vital for maintaining immune function. Targeted nutrition supporting the immune system, such as vitamin D, zinc, and selenium, will help to pump up your immune system and has also been reported to decrease severity of COVID-19 and speed recovery. Now, reducing risk factors for severe disease in COVID-19 is also very important. It is best to target cardiovascular and metabolic disease risk factors such as high blood pressure, high blood sugar, and cholesterol, but also to decrease the overall free radical stress burden in the body and decrease inflammation too. Natural substances that have been shown effective here include polyphenols such as in myrtogenol, along with omega-3 essential fatty acids and fat-soluble antioxidants such as carotenoids. Again, I thank MPUSA for this opportunity. I hope I succeeded in giving you some ideas of how you can support your own health, protect your loved ones, but also some hope for the future. We will overcome this pandemic. I have had the opportunity to work with MP for nearly a decade now, and I continue to be impressed by the commitment of MP to provide the best quality, evidence-based products, as well as their efforts to maintain the highest level of support for all of their members all over the world. I look forward to seeing you again in person. And with that, I hope you are inspired, educated, as well as entertained by the rest of the convention. I wish you good health and peace of mind. Thank you. 好，以上是 Dr. Jeffrey Michael Strong 在MPUSA FESTA 给我们的分享。好，那当然呢，有关于这个我们的名利多哈，我们其实呢，台湾皇冠绿嘉丽公司呢，也有做一个非常简短的这个影片哈，我们也是一起来欣赏。在众多的蔬果里，哪些营养是人体所需？吃了这么多，身体吸收得了多少？类胡萝卜素研究的先驱 Frederick Cuttrick 博士在人体内发现隐黄素。隐黄素来自于日本温州蜜柑中的类胡萝卜素，降低骨质疏松风险，发挥脑部机能，提升认知功能储备量。全新世霸系列升级，增加隐黄素成分，增量玉米黄质，超微粉碎处理，提升吸收率，满足多种营养需求，维持脑部机能，精量有神，美肌，维持肺功能与骨骼健康。世界顶级供应商，多项食品安全认证，充全方位营养，简单方便，追求身体不可或缺的营养素极限，是复方类胡萝卜素营养辅助食品的极致演绎。新世霸名利多，台湾皇冠绿嘉丽公司提供的影片。那接下来就到我们的Dr. Nicholson 跟我们分享呢怎么透过活美水素水来抵抗疫情。好，我们一起来欣赏。
Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to our special guest, hydrogen research expert from the Institute for Molecular Medicine, Professor Emeritus Garth Nicholson. Hi, everyone. It's Professor Garth Nicholson coming to you from my home office. And today we're going to talk a little bit about COVID-19, the unique new coronavirus, which is sweeping across the world in a new pandemic, causing record numbers of fatalities. So this is a very sober topic, and I'm going to give you a little background on this and our own efforts to fight the coronavirus. Here's my recent publication on COVID-19 coronavirus and the role of co-infections in the progression of coronavirus disease to a lethal outcome. That's something we want to avoid. So I'm going to give you some advice on how to avoid that. If you have contact with the coronavirus, most of us that are young and healthy, of course I'm not, young that is, may get a very mild disease, a mild flu, or not even know that they have the disease. But people who are older are much more susceptible, particularly if they have underlying conditions such as hypertension, diabetes, other heart conditions, lung condition, and cancer and other types of problems, immunosuppression, so on. So these types of complications really set up an individual for a progressive COVID-19 disease. And what does that mean? Well, atypical pneumonia can be relatively mild or can be severe. In the case of COVID-19, the severe cases end up in the intensive care unit. And if they're really severe, they end up on a ventilator. And a ventilator is like a mechanical lung, which forces air into your system and oxygen into your system. And there's a problem with COVID-19 disease. And the problem is really the utilization of oxygen. It ends up being a severe case of oxygen deprivation in our cells and tissues, beginning with the lung and the lung tissue, the lung epithelium, and then other tissues as well. So if a person really has severe COVID-19, their entire body can suffer from this because they can't get enough oxygen, they can't utilize it as well. So oxygen is utilized by mitochondria inside our cells. The mitochondria are the little batteries that provide over 90% of the energy for our cells to function. And mitochondria turned out to be very susceptible to damage by viruses like COVID-19 that cause a number of different problems in our system. So without going into a lot of detail, such as covered in my little article that I wrote on the COVID-19 disease, one of the problems that COVID-19 does is it stimulates latent infections in our body. So we're not only dealing with the COVID-19 coronavirus, but we're also dealing with other viruses and bacteria that have been stimulated to become active by the presence of this particular unique coronavirus. So what can we do about this? Well, some of the worst symptoms of the coronavirus, such as the damage to our mitochondria and the production of chemical mediators called cytokines and causing a cytokine storm, as it's called, in our system, which causes severe reactions to our tissues and in our circulatory system. One of the things that can moderate this to some degree is molecular hydrogen, because molecular hydrogen can actually turn on our system to produce natural antioxidants, which fight against these oxidative damaging molecules that are being induced by the coronavirus and by the other infections that are stimulated by the coronavirus. So taking Azumia water can help a lot if you have regular influenza or if you have this unique coronavirus as well. So that's something that I've been recommending, and in fact, I recommended in my article here, published in the International Journal of Clinical Medicine. So for those of you that are interested, they can go to our website, the Institute for Molecular Medicine, immed.org, like immediate.org, and they can find out more information, not only about the coronavirus, but other things, such as Azumia water and how it can help
with some of the problems associated with aging and diseases like viruses and bacteria. So thanks again. Have a nice conference. And I hope you don't come down with coronavirus. Keep safe, keep separate, and be healthy. So this is Professor Nicholson signing off. 谢谢 Dr. Nicholson 哈。那同时呢，最后我们也要再分享一下，就是我们台湾绿嘉丽公司呢有制作了一个影片哈，是关于活酶水素水。好，我们一起来欣赏。